NWHF の新しい所在地。セネガ・ミモの工場。NWHF の旧所在地。銀行跡を利用。アメリカ女性伝道は、1969年に設立されたアメリカの民間の表彰機関である。アメリカの社会を変えた女性を、その影響の大きさと永続性で選び、奇数年の秋ごとに表彰と入道式を開く。受賞者はその年の初春。 恒例として3月の女性死月間に公表する。所在地はニューヨーク州セネカホールズ。この殿堂は国内の重要な組織や専門分野の代表者が関わる厳格な審査を行い、著名なアメリカ人女性を選考する。選考基準はアメリカの社会、経済、または文化の側面を変えた女性を対象に国内、または世界に及ぼした。 影響の大きさとその人物の成果がどのような変化をもたらしたか実効性を勘案し、その功績や変革の永続的な価値を評価する。設立当初のアメリカ女性伝道は女性の参政権の歴史に大きな意味を持つセネカホールズを本拠地に選び、経由が後半に立つアイゼンハワー大学に事務所を開いた。大学の廃校に合わせて1979年に、 セネカホールズ歴史地区にある旧銀行の社屋を借りて移転すると、改装により事務局の運営空間に加えて、常設展示室、歴史的価値のある品物の保管場所を作っている。組織の理事会は2014年に資金2000万ドルの募金を開始、3番目の所在地として歴史的建造物、セネカ編み物工場に移転する計画に取り組む。この高級的な本拠地は、 同じセネカホールズにあること、1848年に開かれた女性の権利条約大会と、ほぼ同時期の1844年に提訴し、また、奴隷制度廃止運動に関わりが深いことから選ばれた。運河の対岸には、同大会を記念する、国立女性参政権歴史公演を望む。また、大会を模様したウェスリアン礼拝堂も司会に入る。 4階建ての建屋の改修は進行中で、事務局は2020年8月に1階に入居した。計画の第1期は事務局移転により、完了、以前と比べると使用できる床面積は2倍に増えた。現在は引き続き募金活動と、第2期としてホームカミングキャンペーンに取り組み、設備の充実策としてエレベーター設置、階段の増設その他の改修が進行中である。 完了時の利用可能な空間は、旧銀行の4倍、1500平方メートルに拡張する予定で、事務局執務エリアの保管展示室、保管設備を引き継ぎ、新しく開く。多目的ホールは結婚披露宴やコミュニティのイベント、会議に用いる計画である。ありがとうございます。